本当に路上でガンガン歌って見えて、せっかくだからね、運
もやってみようということで、さあ、はい、有田さんですが、名前の由来なんかは、私に会える、会えるです、ね、あ、こういう会えるかな。はい、ほう、ね、いっぱいいっぱい満員の人に会えるというまだ少ないね。はい、で、今後は例えばプロ志向とかあるじゃないですか。プロ志向どうぞ、プロ志向とかいろいろあるじゃないですか、ね、はい、さあ、どっちへ行くんでしょう。今はとりあえず本当に始めたばっかりの出来立てバンドなので、他にいろんなところで歌いつつ、はい、歌える場を広げていけたらなと、楽しめたらなと思っています。楽しむということは、はい、コンテスト争いでやらないんですか。コンテスト争い我々の時代で言うポップコーンとかね。我々の時代で言うところ、順番に考えず、順番にまだ全然打ち合わせがなって、あ、順番に考える、はいはいはい、フリーライブ嵐、フリーライブ嵐。そうですね、はい、それでは、ね、アンドレン読み回し、見せていただきたいと思います。はい、アイさんです、お願いします。お願いします。右も左もわからない状況なんですけど、とりあえず歌わせていただける場を探りつつ、今日も初めてアルマジロに来させていただきました。イエイイエイ
ありがとうございますということで、まだ組んでから会うのも多分5回目6回目ぐらいの関係でこれからいろいろ順番にもっと深めていきたいなと思っているところです。なのでオリジナル曲もまだないのでコピー曲ばかりなんですけども、2曲目は彩香さんのジュエリーデイを歌わせていただきたいと思います。お願いします。Thank you.
今年僕あんまり花粉来ないんでラッキーと思ってたら昨日の風で一気になんか花粉ドーンってきましたね僕。ね、歌うには大変だなとか。女房に捧げたあのロックンロールで、愛妻ロールというのが作ってまして時々やってるんですが、そうですよ、あの愛妻弁当のロールキャベツというロックンロールなんですけどね、はい、まあやってます、はい。結婚生活25年子供は育ってゆきました。永遠にお可愛い猫ちゃん幸せそうに待ってます。仲間
ノリっていうんですけど、あのよくお年寄りの前でやりますので、あのいろんなブルースですね、中之島ブルースとか日本にいろんなブルースがあるんですけど、まあそんなのやってるうちに、あの山地っていう、こう土地とか島の名前みたいなのについてるので、自分のブルースを作っちゃいます。山島ブルースというのを使いまして、やってます。
チャーハン。そうでーす。遠くの方から声が聞きましたけど。今日からでーす。900円です。900。90円。あ、違う。900円。700円。いや、僕今日来たら、ね、あら、メニューが一番下がっとるかよって。チーフ、はい、字小さいっす。はい、老眼鏡使ってください。思わず、こうなります。なんかすごい変わったのかい。いや、変わってないです。それが増えただけです。はい、それバジルチャーハンが増えただけ。増えただけ。はい、あと変わってないです。まあね、あの変わったやつもあのアルマジョの料理が美味しいのは伝統でございますから。はい、ありがとうございます。バジルチャーハン、当然そこであの中華鍋バンバン振るんですよね。あのテフロン加工の鍋ですけど。テフロン加工なんだ。あのかっこよくあの。こういうのが一つがもうピヤーって そう飛んだりするんだよね。そういうイメージで。イメージね。あの僕らがチャーハン作るとあのこってこてるのがね、あの飛ぶんでね、あんまり気持ちよくじゃないか。固まりままね、ボンボンボンに飛ぶだけで、ただパラパラのチャーハンを作りたいなとか思うんですけどね。あれやっぱり火力ですよね、やっぱり。いや、油の量だと思います。油の量あの鍋の温度と鍋の温度、火力は関係ないですね、やっぱり。最初に、ね、一人でってことですかね。そうですね、はい。なかなかパラパラじゃできないので、ね、いや、ご飯じゃない。冷やご飯の方がパラパラになりやすい、なりやすい。全体がものすごくなってきましたね、だんだんね。はい、どうも、久しぶりです。久しぶりじゃないですか。すみません。久しぶりじゃないですか。フライドポテトください。あのスタイルあのまま変わらずですか。スタイルあのまま変わらず、全く変わらず、変わらず、あ、いいですね。もうガンガン回らせてください。最近、カネオとか行きます？あ、あの、じゃあ後で MC の時に。あ、はい。
スローな曲 で、名前が、ハニーエンジェルという名前になります。で、それがゆっくりの曲 で2曲目の方がちょっとアップテンポの曲を、用意してきました。じゃあまず最初の、スローな方の曲を見ます。名前が、ハニーエンジェルという名前です。よろしくお願いします。名前は島と言います。よろしくお願いします。ありがとうございます。Oh,
しめたい、お前が好きだから、全ての音が止まって、全ての音が止まって、サイエンスリー。
初めてで、前ライブを見に一度来たことがあります。なんかメルローズメルローズそうですよね、はい、4月24日ですね。4月24日、はい、4月24日。あ、お願いします、あさみです。アイルさん
はじめまして、ごめんなさい、曲がかぶりました。あやかさんのジュエリーで歌います。ちょっとごめんなさい、歌詞飛んじゃうかもしれない、うまかったです。はい、あのあやかさんのジュエリーで歌いたいと思います。
ミーシャさんのエブリスティング、ちょっとあのショートカットします。気分であのお願いします。待って、あ、ごめんなさい。
んですよ。激しいね。まったり気分がって感じだったね。まったりしようかな。そう。ちょっとまったり、激しいのも中には。常川さんがバック。違う。あ、最近あのバンドサポートをしていただいてるんですけど、そのメンバーで、私含め5人でちょっとやらせていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい。以上でよろしくお願いします。ありがとうございます。初めまして、ヨッコと言います。よろしくお願いします。アルマジロさん初めてです。あ、そうです。はい、すごく楽しみにしてきましたけど。はい。なんかパラカフェでなんかライブ。はい。今週の19日にパラダイスカフェという今池のところで11時15分。からスタートで私がトップバッターでやりますので、興味ある方はぜひ来てください。ありがとうございます。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。喝采を歌います。Thank you.
劇を歌います。季節外れの雪が降る。